こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は喪中のシーミーの参加について、質問がたくさん来ていたので、時期的なものもあると思うんですけど、ちょっと解説していきたいと思います。この方の質問ちょっと取り上げましょうね。私がいて、女性の方なので夫がいます。で、自分のおばあちゃんが亡くなったと。で、お父さん方の おばあちゃんなので、父と母がいたとして、お父さん方の母ですね。で、この人が亡くなったと。父と、母と父とって、逆になってますけどね。ちょっとすいませんね。で、おばあちゃんが亡くなったと。で、1年以内に亡くなったっていうイメージですね。で、私。で、おばあちゃんが亡くなって1年経たないので、夫側のシーミーに行ってはダメですよねっていう相談だったんですけど、どこまでが喪中なのかっていう風な考え方になると思うんですね、これ。例えば、私、夫っていますよね。で、夫にも父と母がいますよね。で、そこにももちろん父と母がいて、父と母がいてってなると思うんですけど、喪中っていうのは、この地域によっても考え方が違うし、もっと言うと会社によっても、響きの、例えばおばあちゃんが亡くなっても別に響き休暇与えないよっていうところもあるし、お父さんとお母さんと子供だけっていうところもあるし、兄弟も OK だよとか、兄弟はダメだよとかって会社によっても違いますよね。響き休暇とかも、考え方としては。で、誰を身内とするかっていうのって、実は、一概に何が正しいかっていうのが実はないんですね。で、昔、この喪に服す期間っていうのを、決めていた仏器寮っていう、仏器寮、仏器寮って言って、この喪に服す期間っていうのが仏器っていうんですけど、この喪に服す期間をちゃんと決めてた法律みたいなのがあって、法律っていうほどでもないんですけど、決め事みたいなのがあって、これに沿ってみんな行ってたんですね。ただ今は、地域とかによって、都道府県とかによっても違うし、ちょっと、曖昧な部分っていうのがあるんですね。で、一般的に喪中とされる範囲っていうのは、私でしょ？自分のお父さんお母さんはもちろん、お父さんとお母さんもちろん、で、自分の旦那が亡くなってもちろん、で、子供が亡くなってももちろん、子供の配偶者が亡くなってももちろんっていう感じで、基本的にはこの一親等、こっち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 だね。っていう風に言われていました。いました。で、なので、ここだけが亡くなったのを喪に服すって考える場合もあるんですけど、じゃあ例えば、私のお父さんが亡くなった時に私の夫は喪中かどうかっていう考え方になりますよね、今度はね。で、私の夫は、これは私たちの考え方なんですけど、私の夫は私と要は同じ位置って考えるので、もし私のお父さんが亡くなったら、ここは喪中になります。ここは喪中になるので、もしこの旦那のお父さんが自分のお父さんとお母さんのシーミーやるよってやったとしても、シーミーやるとしても夫は参加しないです。私も参加しないです。どうしても、例えばお父さんがもうこっちも亡くなってて、夫とお母さんしかやる人がいなくて、夫が手伝わないとどうしようもないんだよ、兄弟もいないしっていう場合は、もうわび入れて参加するしかないかなと。簡単に言ったらシーミーはお祝いです。よく、喪中はお祝いへの参加はしないでおきましょうねっていうのがお祝い。なので、シーミーはお祝いって考えてください。なので、おばあちゃんが亡くなったところを自分が夫のシーミーに参加するかしないかっていうのは実は三角なんですね。なんでかって言ったら、ここの夫側のお父さんとお母さんとか、この兄弟がどこまでを考えてるかなんですよ。
なので、もしお父さんとお母さんが元気で相談できるんだったら、自分のおばあちゃんがこういうふうに亡くなったんだけど、私は喪中、要はこの1年を喪に服すっていう考え方なので、お祝い事っていうのはちょっと避けたいなって思ってるんですけど、どんなした方がいいですかねって相談した方がいいかなと思います。で、要はお墓の持ち主っていうのに不幸があるんだったら、例えば旦那が見てるお墓だったら、もうシーミーをやらないですよ。旦那が見てる、もうお父さんもお母さんも亡くなってて、私はこのおばあちゃんが亡くなって喪に服すよって言ったら、もう行かない、やらない。だからお墓に行く人、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 誰が行くかっていうのを考えて、行く人に不幸事があって喪に服すっていう喪中であれば、本来は行かないです、シーミーには。で、自分がシーミーをやるお墓があるんだったらやらないです。それが1年期までって考えるところもある、3年期までって考えるところもあるんですけど、もうほぼ確実に1年期までは喪中の期間っていうふうに考えます。で、シーミーは生きてる人が、お墓に行く行事でお祝い事、お盆は向こう、グッソーからお家、人の家に、生きてる人の家に帰ってくるもの、全然意味が違うので、ちょっと考えないといけないんですね。で、例えば私、これは今他の方のでね、私、おばが亡くなったので、もうおばは母代わりだよって言ってたぐらいの、もう母みたいなもんですね。母みたいなおばが亡くなったと。で、私は喪中なわけです。で、夫もそれに伴って喪中になるわけです。そしたら私の子供も喪中になるわけです。で、夫側のお父さんはもう亡くなってて、で、兄弟がいて、シーミーがあるんですけど、シーミー。これまではこの兄弟別々に、お父さんの兄弟別々にやってたんですけど、だから私たちは今回シーミーをやらないっていう方向になります。で、夫から言うと、なぜかというと、配偶者のお母さんが亡くなったからっていう考え方です。で、ただ、ムンチューのシーミーはあります。で、ムンチューのシーミーに関しては、本来夫は行かないんですけど、喪中だから行かないんですけど、事務局なので裏方としてもやらないと、重箱持っていくのもうちの夫だし、全部、要は段取りするのも夫なので、ただ、私、喪中の私が重箱を例えば作るとするじゃないですか。そしたら、この喪中っていうのは、汚れって考えられる。要は、不幸を持ってる人とか、汚れっていう意味で、要は、意味でというか、そういう雰囲気で、意味嫌われるっていう習慣があるので、私が作ったお祝い料理っていうのが、まず、喪中の人が作ったお祝い料理になるので、私は今年はもう作らないと。コロナもあるので、作らないっていう判断をしてます。で、作らないでしょ？で、夫はもう、ムンチューの市民には手伝いとして、詫び入れていく。っていう感じです。で、ただこれは本当にお家によっても家庭のそれぞれの考え方もあるので、で、あとその人たちの気持ちもあるんですね。なんでうちの嫁は来ないのってなってしまって、それが後でギスギスしてしまう理由になるんだったら、詫び入れて行く方がいいんじゃないかなって思っていて、ちゃんと話して分かるメンバーだったらちゃんと話した方がいいんじゃないかなと思っていて、まあどこまでやるかっていうのは考えがあるとは思うんですけど、で、このね、例えば私の兄弟が亡くなった時に、この兄弟が亡くなったのも喪中とするって考え方もあります。で、大体会社とかでは、もうね、兄弟が亡くなったら、あれですよね、休ませますよね。自分の兄弟が亡くなったってなったら。だけど、自分の、まあ、旦那の兄弟でも OK って言うだろうね。喪中って言うだろうね。兄弟。自分の兄弟。とかでも、まあ、忌引き休暇とかはあるかもね。だからその辺とかを考えて、まずは夫婦で話をして、大体話を固めてから、まあ、一応、その上の世代の人たちに相談してっていう感じかなと思います。で、
うちはもう夫側は今回はシーミーはやらないで、私もシーミーにはこっちの実家側ウッドのシーミー呼ばれてるのもあるんですけど、そこには行かないで、ムンチューのシーミーには夫は手伝いとして詫びを入れて参加する、私と息子は行かないっていう判断にします。なのでこれをちょっと夢中のシーミー参加については、まあ、ちょっとね、アバウトすぎると思うんですけど、地域によって、家庭によって考え方が違う。ただし、一個参考になるのが、その会社とかの響き休暇って言われる、自分が喪に服す時間。この、例えばおばあちゃんとかお父さんお母さんが離婚しててずっと長く会ってないとかは関係なくて、血のつながりの話なので、これに関しては。旦那のおばあちゃんが亡くなった場合でも、喪に服すっていう人もいるし、旦那のおばあちゃんだから関係ないっていう人もいるし、どっちが正しいねって言われたらどっちも正しい。ただ私たちはどういう風に考えるっていうのを話してちょっとやらないといけないかなと思ってます。だから私はこのおばが亡くなったのが、まあ、9月の22日だったので、この9月の22日までは私は喪中なんですね。だから結婚式呼ばれてもいけない。で、おめでとうっていう言葉はもうこの一年使わないようにしてます。極力。で、例えばお祝いごと、入学祝いとかね、あるじゃないですか。今から入学祝いとか、入社祝いとかっていうのも、祝いごとっていうのは、あんまり表立ってはしない。なぜかというと、この汚れを持ってる人からお祝いもらったってなっちゃうので、それは、例えば、お祝い袋に入れるんじゃなくて、ちょっと封筒に入れてお渡しするとかですね。ちょっとした工夫っていうのをやりながら、なんか、うまく、なんていうの?乗り越えていくじゃないけど、うまく交わしていくみたいなイメージでいいんじゃないかなと思います。なので、私はこうやったよっていうのがあるんですけど、まあ、他のね、地域とか、私たちはこうやってるよっていうのがあれば、もし自分の家族が亡くなった時にシーミーやるとかっていうのが、今、今年話が出てるのであれば、ぜひコメント欄で教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。